皆さんおはようございます。今日はこれから大船渡の小学校の学校公演に行ってきます。全校生徒で100人ちょっとのちっちゃい学校なんですが、体育館を横向きで使ったりと結構近い距離でできそうなのでめちゃくちゃ楽しみです。そして今日のこの動画はちょっと実験的に以前買ってあまり使ってなかったこちらインスタ360の GO3、 最近はね GO3S っていう 4K が撮れるやつがありますが、その1世代前のやつでフリーフレームモードっていうのを使って撮ってみようかと思います。これこのカメラ単体でもこう押すと録画できたりとか結構使い勝手便利そうなので、今だけ iPhone 使ってますが、今日1日の動画はこれで撮ってみた動画を作ってみようと思います。お楽しみください。では行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、お出かけですね。はい、行ってきます。はい、すごいレンタカーっぽい匂いがしますね。そんな感じですね。そんな感じですね。じゃあこのファミリーマート、はい、そうですね。すごい近くです。はい、今ちょっと運転しようるところなんですけど、シートベルトをしてるとやっぱここに結構干渉しちゃったりとか、ドライバー目線の目線がちょっと変わってしまうので、この付属のこのパーツをここの辺にちょっと挟んで撮ってみようかなと思います。ちょっと目線が高くなるので撮れるかなと思います。やってみましょう。ただこれちょっと向きがつけた後に360度回ればいいんですけど、ちょっと角度が限定されちゃうんですが、後々編集するときにフリーフレームモードっていうので撮ってるので、それがどんな風になるのかやってみようと思います。はい、試しに今シートベルトにつけてみてるんですけど、結構これはこれでどの辺にすればいいのか結構難しいですね。ちょっとダメな映像になっちゃうかもしれませんが、それも実験としてやってみようかと思います。あと撮れるかな、ちょっとこれで学校まで5分くらいで行けるんで、それで見てみようかと思います。こんな映像が撮れます。おはようございます。よろしくお願いします。ああ、そっか、ちゃんと椅子あるんだ。本当ですね。おはようございます。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。本当ですね。でもお天気も大丈夫そうで安心しました。プールもしてますからね。あ、そっか、今日プールがあるんですね。
今日の演奏はこんな感じのセッティングになってます。ちょっと椅子がぐるっと並べられていて、今までやったことがない新鮮な形です。ここに並んでやります。本当ですね、綺麗。はい、すごい綺麗な音楽室と、しかも開放的ですね、めちゃくちゃいいですね。すごいいいですね。すごい。すごい良さそうな譜面台がありました。これ初めて見ました、このタイプの。すごいですね。机につけれるんですかね。そういうことですよね、きっと。へえ、すごい。ここでつけるやつがありました。はい、今日はこちらのカメラを使っていろいろ撮影してるんですけども、ちょっと僕の操作ミスでフリーフレームモードっていうのができてたと思ったら、ここまで普通の撮影になってました。この部分だけで使いたいときは、ここを1回押すと録画開始なんですけども、2回タップしてフリーフレームモードに切り替わるそうです。もうちょっと早くちゃんと見とくべきでしたね。でもここで途中で切り替え見つけることができたので、ここからはこちらを使って撮るときにはフリーフレームモードというので撮影してみようと思います。なのでここまでの動画は普通の動画になります。ここからがフリーフレームモードになります。はい、今無事に公演が終わりました。めちゃくちゃ元気いっぱいの子たちですごく可愛かったです。インスタ360でも実は撮影しようと思って置いてたんですけども、撮影できていませんでした。最近インスタ360をアップデートした関係で、きっと初期設定の項目がいろいろリセットされちゃっていたのをちょっと確認そびれたと思います。いやでもすごくいい感じのショーになりました。ありがとうございました。じゃあこれからちょっと片付けの様子を今度はちゃんとフリーフレームモードで作っていきたいと思います。じゃあ楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ早速ありがとうございます。いい表情で聞いて、早い。このお写真とか欲しいですね。すごいよく撮れてます。すごいです。早いですね、すごく。ありがとうございます。今日はこんな感じで撮影してみてます。普段は炭酸水は味がついてないやつを選ぶんですけど、今日はなかったのでこのフレキスの炭酸レモンにしました。
はい、というわけでホテルに帰ってきました。今日一日はこのインスタ360の 53S じゃない方の53で撮影してみました。本当は最初から、フリーフレームモードっていうのをやりたかったんですけど、途中までそうなってるの気づかなくて、途中の後半からそれモードでやってみてます。そのフリーフレームモードっていうのを使うと手ブレ補正とか水平維持っていうのが使えるので、まあ、それができる前提でちょっと前半やってみたんですが、早く気づけばよかったです。でもこれもねやってみてよかったなと思います。なんで今日こういう動画を作ろうかなと思ったかっていうと、今こちらのこのインスタ 53S っていう方があるんですが、カメラ単体でも買うことができるんですね。でそれを世界一周に持っていくか持っていかないかをすごく迷っていました。でさ、その新しい S の方だと 4K で撮れるっていうので、やっぱりこの今使ってる53 の方だとちょっと画質が悪くて、それだと iPhone の方がいいなっていう画質なんですよね。なのでちょっと迷っていたんですけど、今日一日使ってみて、やっぱこれじゃないと撮れないものとか、やっぱこう胸につけておくとこう移動中の動画とか撮れたりとか、もうザカメラ構えてますよっていう風にしなくて動画を撮りやすいので、ちょっといいなと思ってみました。じゃあちょっと今日これからこれを編集してみるんですけども、それをもう一回振り返ってみて、出発前に間に合うか分かりませんけども、 53S を買うかどうか検討したいと思います。どなたかの参考になりましたら幸いです。またこちらのサブチャンネルの方ではいろんな動画を扱っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録や高評価、感想、コメントなどもいただけると幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、焦りました。今編集しようと思って、ここのついてた53をポットに入れて読み込むんですけど、ポットがなくて、ポットっていうのはこれなんですけど、これがなくて、うわ、どこに置いたかな、学校に置いてきちゃったかなと思って今いろいろ走り回ってきたんですけど、まあいろいろ申し上げますと、ここにありました。やっぱこう黒って目立たなくて、撮影の時に邪魔にならなくていいなと思ったんですけど、まあこういう時にはちょっと怖いなと思いました。そしてこう外して使い続けると、もうこれを外してこの胸のところにつけていたりすると、もうどこに置いちゃったかわかんなくなる危険性もあると思ったので、まあ今度からはここにつける、使う時はつけて、まあ確かにここだと外れちゃうこともあると思うので、まあ基本はここにセットして充電しつつ、一緒に合わせて持ち歩いた方が、なくしたりとかの心配もなくて安心なのかなってちょっと思いました。という追加情報でした。ではこれからちょっと編集をしようと思います。皆さんも気をつけて